はいどうも T.T です。ふーんボクシング物語続きやっていこうと思います。前回はね、はい、コージ国内チャンピオンでございます。やってくれたね、コージで。今世界12回戦やっときました。次は世界タイトルマッチ、ヨーゼフ・ディアロ、屈指の技術が特徴のアウトボクサー。まあさすがに言っても強いだろうね。あれ技1個覚えれる。あ、そっか、前回ミスったんだっけ。あ、パーセンテージ結構上がってない？そうでもないか。あ、ブロック覚えたね、前回。いる？ブロックっているの？攻撃あるのみでいいんじゃない？でもクロスアームブロックってかっこいいね。クロスにするんでしょ、手を。そのままだけど。覚えとく？必要かな？いや、攻撃でいこう。俺はもう脳筋でいくから。屋外設備、聞き取り調査、スマイルポイントが手に入りやすくなる。いいじゃん。設置場所調査の設置場所とかあんの。まあ、この辺に立てとく。うん、よくわからんけど、まあ、スマイルポイントが溜まってくれるのにいいからね。あ、1年お疲れ様でした。ボクシングの本部から今年のダイエットジムのスコアが発表されました。果たして今年は何ポイントだったでしょうか。まあもう5年目経ってるんで、ちょこちょこ間を飛ばしてると思うけど、見てみようか。どうだ？あ、でもこれ、なんかランクあるわけじゃないんだっけ？ ABC 出るわけじゃないもんね。うん。あ、最高記録1056ポイント。エンディングまでの間、年1回スコア計算が行われます。なかなかのポイントでしたね。また1年、高ポイントを目指して進んでいきましょう。とても素晴らしい年間記録をお持ちとのことで、本日は伺いました。これ初めてだわ。1000いったからかな。なかなかの人気ジムなので、ぜひ入門したいという選手候補を紹介いたします。あ、今後のさらなる記録更新に期待しております。クリンチ時何かをかじりたくなる。クリンチ時何かをかじりたくなる体質。ダメじゃん。え、技術力 A 出てきた、ついに。こいついいじゃん。魅力 F が気にはなるけど、魅力なんて後々上がるってことでしょ、多分。いいじゃん。かなり有力なジムと聞いて、そちらのジムが気になりました。耳噛みパイソン耳噛みたいって言ったもんな。あ、じゃあ何かを噛みたいって言ったのか。ぜひボクサーにしてください。え、こいついいな。どうしようかな。カズを引退しちゃう。俺はもうすごい入れたい、あいつを。でも400万あるからな。カズを引退してもいいか。させちゃう。いやでもまだ工事、俺はまだ頑張りたいから、とりあえず一旦工事がどこまでいけるか見てみよう。でその間に和夫は、うん、稼げで稼いでいてもらおうか。ずっとねこいつウニチューバーしか戦ってないけど、和夫はね。うん、まあでもこいつはねスポンサーのためのやつなんで、っていう感じでやっていこうか。広報活動も増えてはいないね。高っ、120万って。これまだ増築はできないもんね。うん、レベル6で増築可能。まだだね。じゃあ、コージの世界タイトルマッチ行こうか、次。行ったるか、コージ。世界取るか。やばい、テンション上がってくる、世界取れるって。まあ、取れるか分からんけど。よし、行こう。ファイトマネー85万。いいよ。よし、行け。不良たちとの喧嘩に明け暮れた末にリングにたどり着きました。バトルには負けないぜ。なんかよくありそうな話だよね。どうなんだね。なんか昔って結局ボクシングってなんかヤンキーがこういう感じでね、スカウトして強くなるみたいなのよく聞くけど、最近ってなんかそういう感じじゃないんだろうね。まあ喧嘩みたいなのが多分あんまりないのかもしれんけど。朝、星占いランキングを見たら、最下位でスタミナに要注意と言われました。どうしましょう。知らんかな。気合を入れろ、コージ。もっとやる気出せ。いや、本当によ。私もスタミナがよく切れます。しっかりランニングしとこう。成功率、あ、効果高い方がいいよね。でも、2分の1は、もう成功しないのか。ちょ、成功させよう。心配機能を高めて、心配やらそう。成功はするでしょ、これで。大成功、ありがとうございます。一生懸命取り組んでいきます。効果があったようだ。どんぐらい上がる。あ、やっぱそこそこ上がるね。これ中だったらもっと上がるのか。
うん、まあじゃあちょっと試合まで行きましょうか。はい、今トレーニングしてたら意味をゲットしました。パンチ力が高まり新しい意味をゲットした。魅力が24、平均的なパンチ力。もうそれ意味をじゃねえのよ、平均なんだから。誰にでもいるってことでしょ。あ、世界タイトルマッチって試合長いね。試合まで7週間もかかるんだ。じゃあ7週間後まで飛ばしますよ。あ、450もあるからこれ立ててみる。ダイエットジム別館、用具をたくさん増やすためにジムの別館を建てたいです。建ててみよう。うん、カズオが稼いでくれると思って建てちゃおう。じゃあ飛ばしましょうか。さあ、敏腕記者の対戦予想。勝ってるね、勝ってるね。世界取れるぞ、コージ。え、このレベルででも取れるんだ。じゃあ次のやつ絶対取れるじゃんね、技術 A のやつ。だってコージで取れる。コージだって初めもともと結構ひどかったよね。今見れるのかな。ああ、見れる。ああ、でもランクみたいなの見れないね、 F とか E とか。まあコージも結構鍛えたからな。カズオは弱え、カズオ弱え。まあじゃあちょっともうちょい待ちましょうか。あ、そういえばね、ここ立ちました。立ったけどね、うん、ここと全く一緒っぽくて、やっぱり。あ、全国ネット、全国ネット。あ、30、115万だって。次戦のファイトマネー100万超え。いやだけどよ、世界タイトルマッチで100万は少なすぎん？わかんないけど、だってさ、世界タイトルマッチなんて日本人の中でも限られた人しか挑戦できなくて、でさらに人生でも何回もできるもんじゃないじゃんね。で100万安い。でここもね、やっぱりこの設備選択なんだけど、今さら縄跳び置いたところでじゃない、ここに。あ、繋がってんだ、走っていけるんだ。あ、それはすごいいいね。ちょっといいか分からんけど、うん、いや勝ったな。でも世界取っちゃうか。待って、その後って、あ、見れないのか。あと何試合あったっけ。世界の後ってボクシングの世界であるの、まあ、よく分からんけど勝てば分かるか。行ってみよう。お、観客5万分の5万、超満員、かなりの来場者ですね。試合開始が待たれます。やばい、さらにスタジアムでかくなったりすんのかな。フライ級世界タイトルマッチ。いやでも勝てるんでしょこれ。よし。いやだけど、ヒットポイント284、やば。パーリング、フリッカージャブ、いいよ。フリッカー覚えたやつ使ってこう、使ってこう。だいぶ減らさなきゃいけないね、まあ、パンチ力が1とかじゃもう全然時間かかりすぎるよ。278発当てんといけんよ。よしよし、いいぞ、いけ。コージ、コージ頑張れ。すごい、お客さん満員だね。あ、これ距離取れないんだ。もうこのカメラワーク変えれないね。これで見てくださいってことっぽいわ。あ、いいよ、31ダッキング。今日もね、昼間ねラーメン屋さんで昼ラーメン食べたんだけど、初めの一歩あったから100巻読んできました。100巻、ついに100巻いきましたよ俺ね。携帯100巻、初めの一歩ね、どうでもいい話なんだけど、100何巻とかまで出てるから覚えれないじゃん。たまにご飯屋さんで見るぐらいしか見ないから、だから携帯のねメモでね、何巻まで読んだかをねメモっといて、それから続き読んでんだよね。まめにちょこ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 読んでるっていうね、ご飯食べに行った時に。ココイチとね、多いぞ、39ラーメン屋さんぐらいしかね置いてないからね、そこで読むんだよね。さあ、いけいけいけ。あ、44、いいぞいいぞ。あ、137まで減った、いいね。だいぶ押してんだけどな、これはちょっとさすがに KO 難しいか。うん、勝負どころだぞ、お互い言ってる。いけ、
世界を取るんだ、コージ。コージ、世界だぞ、世界。世界は目前だ。お前、ここで負けたら、夜寝れないぞ、後悔して。あそこであの左をジャッシュしとけば、右ストレートさえ決まってれば、みたいな。いや、なるよな。なるよな、ほんと、一瞬一発で、世界変わるんだもんな。いや、そう考えたらすごい仕事だわ、ボクサーって。まあでもね、カップルもそういうなもんだよね。ちょっと喧嘩してあの一言言わなければ、そのまま付き合って結婚してたかもしれないのに。たらればの人生いっぱいあるよね。俺もあるわ。さあ、ディアロさん勝つんだ。コージ、ディアロさん勝つんだ。とかディアロさんに勝つんだね。相手何？闇鍋ジム。いや、ちょっと待って。危ない感じになってるぞ。気がついたら。ああ！立てない。マジかよ。勝てると思ってた。いや、リベンジしたら勝てそうだな、だけど。行くか、リベンジ。うわ、悔しい。マジか。コージ頑張れ。もう今ラウンド3ですね、最後。おーし、ナイスコージ。いいぞ、初ダウン、お互いの初ダウンね。コージ、ちょんでいい。痛いのいらんよ。でかいのいらんよ。おーっしゃ、いっただろコージ、お前が世界を取ったんや。いやいや、リベンジいけました。フライ級新チャンピオン、亀山浩二。早々に世界取っちゃったな。てか、この能力でも世界取れるんだな。うん、取りましたよ、世界。 KO 勝利おめでとうございます。ありがとうございます。もう世界チャンピオンだから。いや、世界チャンピオンって響きかっこいい。俺も何かの世界チャンピオン目指したいな。カイロソフトさんの世界チャンピオン目指せるかな。何言ってんの。試合後の控室、対戦した相手がやってきました。ふっ、今回は完敗だぜ。でもお前より強いやつなんてまだゴロゴロしてるんだぜ。負けたやつがいたらダセーのよ。あ、協会、何もらおうかな。あ、階級制覇おめでとうございます。設立当初を知る私は感動も等しようです。まだまだ世界には強敵がいるので、ジムのさらなる発展を目指し、いつもの品を遠慮なくどうぞ。なんか、あ、ジム用具欲しい。確かにジム用具がもう足りない。新しい、フィットネスの新しい会員ってここで紹介してもらわなきゃダメなの。マジか。でもジム用具だな。うん、そうですね、最新鋭の練習用具を紹介します。これで練習すれば成長間違いなしだとの噂ですよ。サンドバッグ M。 素晴らしい勝利で打ち上げも多く、親戚が集まり長く楽しめました。おや、どなたかいらっしゃったようですよ。はあ、ボクシング伯爵。こんにちは、ニュースで記事を読んで本日は伺いました。ボクシングの権威たちの間でとても強いと話題になっております。そこで今後は世界タイトルを獲得した王者だけが集うトーナメントに参加してみませんか。いや、そんなの階級で差出ちゃうでしょ。ぜひご参加ください。なんと世界的権威のある方が直々にお声掛けくださいましたね。体調が落ち着き次第試合選んでトーナメントに参加しましょう。また先ほどお手紙も届きまして、他の階級への移動も可能になりました。2階級制覇も夢じゃないかもしれないですね。あー、なるほどね、チャンピオンになって2階級制覇。はい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 。工事ではねえな。でもいや、しかし先日は見事な試合でのベルト獲得でした。とても感動したので今回はもう一つ受け取ってください。助かる。ジム用具欲しいよ。ジム用具ガンガンもらってっか。新しい活動でお金もらうのもいいけどな。
会員とかのお金はもう別にいいな。ジム用具行くか。そうですね、最新鋭の練習用具。何何、サイクリングマシン。何これ。あ、走るやつね。で2階にやっぱり強いやつを育てていきたいから。あ、いいじゃん、サイクリングマシン CD80万、高いけど置こう。別館にも用具を設置できました。ボクサーたちも広いスペースでさらなる成長をしてくれそうですね。うん。でこっち側にもこれ置こう。サンドバッグ M いいよ。縄跳びは別にいっか。うん、縄跳びはだってこっち側にもあるよね。あ、ねえか。ねえけどいいわ、ここは縄跳びは。うん。いや、工事の世界タイトル後がどうなんだ？大会試合見たいな。300もあるね。うん。お金も結構貯まったし、増築は、レベル4。本館レ5階以上。本館、あ、これ5階にもなるんだね。何階まで行けんだ。したらもう一人雇えんのかな。本館レベル6で増築可能。本館、あ、レベルが今4だから、まだまだだね。あ、カズオは飛ばします。さあ、カズオの試合も終わったでね。まあ、勝ちました。カズオはね、同じやつしか戦ってないから、基本勝てるやつしかやらないからね。じゃあ、コージ行こうか。新しい対戦相手、俺のパンチ受けてみろ。オバリの名古屋選手。統一世界王者初戦。あ、これが言ってた大会なのかな。っていうか、待って。コマンドで、あ、階級変更できるんだ。へえ。なるほどね。まあまあ、工事に関しては、いいよ、ここで。とりあえずはね、もともとの期待値がそんなにないって言ったらあれだけど、あと1年らしいから、ここを制覇するので一生懸命。統一世界王者初戦行こうか。初戦ってことは、なんか、10ラウンドもやるんだ。へえ、行こう。トーナメント戦、先に進むためにも絶対負けないぞ。ってことは、これトーナメントで2回戦、3回、2回戦決勝みたいな感じなのかな。ついに世界の強者が集まるトーナメントに参加ですね。優勝を目指していきましょう。あ、1回、2回、3回、そうだね、3回戦あるね。よし。いけるか、工事で。期待してるぞ。あ、コークスクリューパンチを覚えさせようとしてます、コージに。一回ミスったんだよね。72% だよ。二回やればいけるでしょ。コージ。コージ。二回、70% 超えを二回やって失敗するってどういうこと？だけどな、仕方ない。お前は世界を取るためにも、技は必要だ。コークスクリューパンチ。お前はもうディフェンスとかやらねえ。攻撃でいくんだ。よし、じゃあちょっと8週間待ちましょうか。コージ3回目だよ、いけるよね。よしよしよし、ナイス。見事に新しい特技を習得しました。試合中にやる気を消費して威力あるパンチを打つそうです。よし、これで世界の準備は整った。行くぞコージ。はい、で今コージの試合待ちなんだけど、工事でもうさ100万ぐらい稼げるんだったら、カズオのスポンサーのやついらねえんじゃねえかということで引退させましょう。でなんか俺入れたいやついるから、そいつ入れたい。戸隠カズオ選手引退させますか。まだやれる気がする。ごめん、引退だ。戸隠カズオが引退しました。俺一人も最後までやったことねえな。見て、4回戦しかやってない。うん。惜しまれつつも現役引退。うん、惜しかったよ。お前稼いでくれてた。あ、そうか。トレーナーとして雇いますか。戸隠和夫。いや、うん、いらないかな。選手がまた一人いなくなってしまいましたね。経営はまだ続くので、新しい選手を迎え入れましょう。3階がね、さ、これ横で多分練習するから、
康二ちょっと上行ってもらおうかな。康二もある程度強くなったでしょう。あとこれで、いや入れ替えか。あこれいけるか。あいけるね。3階に康二にして、で2階に、ちょっと待ってよ、慎太郎は弱い、リーゼントナスも弱い。そうアリンスかミミカミバイソン。いややっぱバイソンだよな、パンチが得意です。うんやっぱこいつだよな。こいつでマジガチ世界を、バイソン重てえのかよ。なんで若干こういうの見せられたらモチベーション上がらんじゃん、リンスに。まあだけど言っても世界は取れるはず。行くか。え？そうなの？数返してほしいな。仕方ない。ちょっとしばらく工事一択で頑張るか。仕方ないから。うん仕方ないな。なんなの、選ばせろや。バイソンクリンチ時何かをかじりたくない体質で、耳噛みバイソンの耳でしょそれ。耳噛むでしょ。耳噛んでもいいから、よくねえけど。いやマジか。仕方ねえ、工事で頑張ってもらうしかねえのか。これ増殖できる600万。いや数置いてよかった。じゃあ数置いてよかったよ。くそ失敗した。かといってまた適当なやつを雇って試合させるのだりんだよな。いや仕方ない、ちょっと工事で頑張ってもらうしかないな。うん、ちょっと工事一択でいくわ、しばらくは。引退するまで。あと半年ぐらいは多分あると思うから。ちゃんと最後まで引退っていうのも見てみたいしね。階級どうしたら増えるんだろう。またなんか会長みたいなやつが来て階級増やしますかのパターンなのかな。まあちょっとやっていこうと思います。さあ対戦予想。うわちょっと若干負けてるかこれ。やっぱりパンチ力負けてんだこれ。でもこれ装備がここに計算されてるのかどうか知りたい。入ってなかったらきついな。ちょっとトレーニング上げとくか。うんホッとしとこ、ホッとパンチ力上げとこ。いや強いんだな。まあそりゃそうか、統一ってよく分からんしな。あれかな、なんかよなんか3つだか4つぐらいの世界大会みたいなあって、それぞれのチャンピオンみたいなあったりするのかな、それの統一戦みたいな。いやー雇いたいな。どうしてもなんかもう一人埋めときたい、せっかくだったら。いやだけどさ、今さらさこんなやったら入れてられなくない？うん、せめてアリンスだな。アリンス、うん、あ全国ネットよし125万、いいぞ。試合すれば稼げるからなこれ結局。よしオッケー。ちょっと痩せすぎたか。これ多分痩せすぎたらダメとかあんだろうな。よしちょっと太らせよう。いよいよ試合当日です。たった今亀山浩二選手が試合会場に向かいました。飛行機乗ってますよついに。あ7万5000人の会場。どういうこと、飛行機で戦うの？飛行機にみんな入ってたけど観客が。5万7500人か。よし。うん、まあやっとこう。
広告はやっとこう。さあ、両選手リング。向こうは丸ガニアーモンドチームか。289。あー、結構な差あるね。パンチ力がでも勝ってんのか。筋肉負けてるね。筋肉って何？いや、これどうだ、防御力も負けてんのか。スピードめちゃめちゃ勝ってるけどな。かわせかわせ、あ、いいぞ、いいパンチ入った、いいぞ。あ、会場も綺麗になってる。え、これさ、お風呂のスポンサー消されてない？なんかリングの79。おいおい、ふざけんな。79って何よ。そんなダメージありえんのかよ。いいぞ、55、いいぞ。ゆくゆく100ダメージとか出てくるのかな。まあ、出そうだな、でもこの調子いったら。いや待って、70食らったら危ないって。あー、コージ勝てないか。ここら辺がコージの限界なのか。スピードでなんとかかわしてくれ。いや、敵の一撃が重すぎる。こっち2って。よし、あ、判定分かってるけど、判定分かってるけど、どうする、攻め立てろ、行ってみる。攻めろ、もう攻めるしかないぞ。もう28しかないんだから、スピード生かして攻めろ。うーわ、立てる立てる、立て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 、立つんだ。これで20戦15勝か。まあでも120万、あ、値下げ戦も2万5千もらってるね。いや、リベンジしたらいけるかな。行ってみるか。さっきもリベンジして勝てたから、運要素もあるっちゃあるのかもしれん。ひょっとしたら行こう。さあ、コージのリベンジマッチ。コージ1ラウンドだよ。え、こんな早く終わると思わなかったんだけど。うわー、マジか、めっちゃ強い。なんで、まあ多少トレーニングはしてよ、確かに。だけどそんなに、そんなによ。いや、なんか完全に気抜いてたわ。そんなにすぐパン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 当てると思わなかった。対戦した相手がやってきました。トーナメント戦となっており、この先は負けるとまたやり直しだから気をつけてくださいね。ではまた。トーナメントのルールぐらい知ってるわ。さあ、協会の方、階級増やしてから、階級来い、階級。ないな、新しい階級くれよ。どうしよう、階級欲しい。新しい活動でももらっとく。お店の誘致してみるか。どんなお店が来るか。そうだね、そうですね、ジム周辺に土地があるようですし、私の知り合いに土地の活用を打診していません。さあ、どんなお店が来るのかな。次はスポーツ、温泉、そして、はじめまして、この度土地をいただけると話を聞いて飛んできました。大森食堂、食堂か。これから食べ物屋さんが集まったデパートのような食堂を作りたいと思ってます。いいんじゃない。そこで折り入ってお願いがあるのですが。建築の費用が足りなくなってしまったので、少しばかりご援助いただけると嬉しいです。ぜひご協力お願いいたします。いや、お前らさ、本当に、まあまあいいよいいよ、もう分かって、何回も同じこと言いたくない。なるほど、素敵なお店ができそうですね。お金があるときに協力していきましょう。いくら100万か。立てるか。減量中もつい食べ過ぎちゃうような食のデパートを作りたいです。いや、減量中に食べ過ぎるのと邪魔だな。まあ作るけどね。200万あればなんとかやってくるでしょう、さすがに。わかんないけど、まあ、最悪もう一人ね入れて、また
画像見たくスポンサーの犬見たくすればいいんだから。よし、工事行くか。工事も引退近くなっちゃってると思うんだよな、そろそろ。マイコーパイセン。パイセンか、強そうだな。準決勝、いや、いけないかな。工事です。優勝までは。私のパンチは早すぎて見えないと母に言われて育ちました。母のためにも勝たせていただきますよ。お前、母にパンチ打ってんのか。大丈夫か、パイセン。あ、いや、相手強そうだな。で、8週間だね。またじゃあちょっと8週間待ちましょうか。本当にね、本当に何もせずに待ってるだけだよ。何も、まあ、途中でたまにあのニコちゃんマークがたまったらトレーニングしてるぐらい。それ以外は基本何もしてない。じーっとしてます。さあ、待ってる間に立ちましたね、レストランが。小原川次郎会長、こんにちは。無事に工事が終わり、新しい施設が完成しましたよ。その施設ありがとうございました。無事に完成いたしました。試合の後の回復に効果がある施設が。試合の後の回復、それでも温泉じゃないの。温泉ってか、お風呂。すいません、お店を作り忘れておりました。中に立ったいものを選んでご援助いた。お前らさ、ほんとお前らさ。早速食堂、大盛り食堂に新しい設備を立っていきましょう。いや、なんなの。まあじゃあ全部、いや待って、全部建てるとなったら100万ぐらいかかるんだけど。100万ぐらいいいかで建物建てたはいいけど、これも建てたら100万。まあでも建てるしかないか。もう泣きそう。美味しそうなお店が入ってくれてとても嬉しいです。早速味見に行ってきます。これからもよろしくお願いします。そば、うん、2個ぐらいにする。まあ建てちゃうか。チャーハンも、チャーハン好きだし俺。くっそー、こいつら腹立つわ。もう100万しかない。もう工事に頑張って世界戦で稼いでもらうしかない。じゃあ行きましょう。さあ、 B1 記者の対戦予想。うわ、パイセン強っ。これはきついか。あー、きつそうだな。まあやってみましょう。さあ、試合当日です。どうだ。おお、6万人いった。さすが世界対戦、世界対戦じゃねえわ、世界統一戦。あ、大盛り食堂も食え。あ、え、これ俺お金かかるの。クシャイン出す広告、これ俺お金かかってんな。だってこれ赤字になったもんね。待って、そういうのは聞いてないな。思ってたの、俺もらえるかと思ってたな、100歩譲って。まあ、じゃあ大盛り食堂だけで。 300HP300。 え、これもう勝てる要素ないじゃん。え、強すぎん。え、こんなに準決勝からレベル上がる。これは勝てんって。マグレあるか、ワンチャンマグレあるか、あるのか。コウジ、あ、ナイスコウジ、いいぞ。今の60はすごい。あ、いいよいいよ。4、うん、4でもいいよ。与えていくことが大事。相手スタミナも340とかあるんだけど、疲れ知らずじゃん。もう疲れ知らずバカじゃん、そんなの。アホじゃないの。頑張れよ、コウジ。坊主の方が軽量化されてるってとこ見せてやれ。スピードだけ唯一勝ってるから。髪の分、髪の分、スピードさ、スピードキング見せてやれ。いいぞ。もうちょっと、60とかそういうダメージ与えてこう。5とかじゃない。4とかじゃない。ストレート当てて、ストレート。コウジ。ああ、いいよ、判定勝ってる。いや。だけどさ、気合入れさせるか。使ったことないけど気合入れてみろにしよう。気合入れろ。どうなの、
気合入れるって何？おー、ナイスナイス、気合入った？あ、待って、いいじゃん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 。あ、HP 逆転した。ハート逆転しよう。いいぞ、スタミナなんて切れなければいいんだから。よしよしよし、いいじゃんいいじゃん。なんか知らんけどすげえ筋肉ゲージ俺300とかいってる。なんで？よくわかんねえけど。いいぞ、今のうちに当てるんだ、今のうちに当てるんだ。あ、あれかな、やっぱ。お、113いったよ、113。あ、勝ったじゃん。え、待って、結局そこかい。1ラウンド超えた後のあのニコちゃんマークを使うのが強いってこと？え、これワンチャン優勝あんな。もう分かったぞ、俺コツ分かったぞ。オッケーオッケー。ていうかもうそろそろフライ級全部取ってんじゃん。連続4コンボ繰り出す。あー、取れてないな。1ラウンド以内で10回勝利、1ラウンド以内で10回勝利か。はあ、開始60秒でダウンを5回奪う。ダウン3回で KO なんだけど。1試合で18回、ステップクリンチで避ける。ああ、結構まだ取ってないね。アッパーでダウンを1回奪う。アッパーとかもカウンターとかもあるんだ。そうだ、判定ないんだよな。よしよし、いや、コージいいぞ、ついに決勝だな。これワンチャンあるんじゃない？え、コージいいぞ、制覇したら。さあ、対戦した相手、ふっ、私以外にもまだまだ強いボクサーはいるんだからな。気を抜くなよ。何なのお前ら、世界のやつらすぐ上には上がいるって言ってくるじゃん。さあ、協会何くれる？ランクくれ、ランク、違うランク。俺はもう次を育てたいんだ。研究所の誘致、研究所の誘致、研究所スバラセットマイルドセット、程よいセット、スバラ、スバラか。ビラ配りとたこ焼き屋台のセット、いいのかなこれ。何がいいんだろう。研究所って何、気になるな。研究所誘致する、でもお金ないんだよな。食堂はとりあえずいいや。うーわ、いっぱい欲しいけど、俺ランクが欲しいわ。次のやつを育てたい。まあでも研究所行こうか。そうですね、ジム周辺土地があるようですし。でもこれ結局200万ぐらいお金かかるんでしょ。建ててから中身も必要だしな。はい、アイテムありがとうございます。大盛り食堂の人気が高まり、あー高まった、おかげさまで人気が高まっていっております。こちらを差し上げます。10万。いや、200万ぐらいかかって10万じゃな、ちょっとな。研究所500万か。はじめまして、この度この土地をいただけると話を聞き飛んできました。今後はこの町を起点に世界のボクシング技術の向上に役立つような研究をしていきたい。いいよお前、そういうの早く来てほしい。建築の費用ね、はいはい、わかりましたよ。500万でしょ、ちょっと先になるなお前。スポーツ科学を探求し続ける博士の新しい研究所を作りたいです。作るってしたらどうなんだ。お金が足りません、知ってました。いや、工事一人じゃもう無理かな。あ、疲れてないな工事、怪我してない。行くか。ついにジャウハラダハブ行こう。100万、10ラウンド制。ふふ、当日は枕を持ってくるといいでしょう。リングで寝ることになるんだからな。リングで倒れて枕で寝る的な感じ、シャレが効いてるぜ。そうか、よし、ここはちょっとニコちゃんマークを貯めて試合中に使うっていう感じでいこう。もうさっきので分かっちゃったからな。ということでちょっと待ちましょう、試合まで。さあ、試合当日です。あれ、敏腕記者のやつどうなったって思った人いるかもしれないけど、うん、間違ってパパパーンって飛ばしちゃって、なんと見れてません俺もどうだろう。あー、だけど HP は負けてます。スタミナが向こうが多分有利ぐらいなのか。パンチは勝ってる。え、
いけるっちゃいけるんじゃないか。1ラウンドだけ答えて耐えてくれればレンジャージム。いや、トレーナーがレンジャーだな。そこさえ超えてくれればまたね、ニコちゃんマーク使ってあれで、あ、いいぞ、取るんだ、世界統一王者目指すんだ。このゲームもカイロくんとか出てくるのかな、最終的にはヘビー級みたいなんで。床のあれだね、リングのやつが食堂になってるね。食堂しかやってないから、ダメージ与えて、ダメージコージ、お前の いいところはパンチ力。おい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 、食らってんじゃねえよ。また やり直すことになるよ。いいの、もう一回同じ対戦相手やることになるよ。っていうかまたこれ1回戦からやらなきゃいけないのかな、決勝からできないのかな、ひょっとしたら。え、下手したら、ああ、あのしょうもない2人を育てることになるか。あ、負けてる判定。あー、2対1だ。よし、気合入れろ。ここ。ここよ、ここ。結局、ここが重要なんじゃねえかって、俺は、読んでるよ。ここで気合入れたら、ほら、いいぞ。ただ、俺、多分、2ラウンド終了の40まで貯めてないと。おー、97! おい、え、気合入れろ、めっちゃいいじゃん。え、これ気合入れろしてたら勝っていけるんじゃねえか、もしかして。いけ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 、当てろ、90をもう一発当てろ、当てろ、コージコージ、この一発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 、いけ、うー、危ない、コージのパンチが当たらん。気合入れろってやったのにもう終わった。気合終わっちゃった。多いぞ、ナイス。うーわ、コージこれどうなんだ、決勝からできないのかな、ちょっと見てみましょう。さあ、コージが回復したんで見てみようか、どうなる。あ、やっぱ初戦からかよ、そうなのかよ。まあ行ってみよう。まあこの辺はコージが引退するか決勝まで行くかでちょっと飛ばしますね。うん、はい、コージが24歳の誕生日を迎えました。そろそろ引退ですって出てきちゃったね。ボクサーって24歳で引退なのかな。え、これもうそろそろ引退ですで1年やれんのかな。これなんか途中でどうなんだ、コージのどうなんだろうな、年齢を過ぎ、ピークを過ぎると能力下がってきたりとかすんのかな、どうなんだろう。でもさ、これじゃあランク増えてないから誰か雇うかもしゃあないから、うーん、慎太郎は弱すぎるから、一応ね、一応じゃあバイソンいけるか、いけない、アリンスはいけない、ナス入れとくか、じゃあリーゼント、ナスライト級で入れとくか、じゃあライト級頑張ったらその上いけるかもしれないもんな。手続きが完了しました。一流の選手に誘っていきましょう。一流にはならんよ、リーゼントはリーゼントはっていうか、リーゼントナスはならんけど、うん、まあ、ガンガン試合、ここら辺はまあこいつには期待してないんで、ナスにはね、ある程度飛ばしていきます。コージが急に引退しだした今1回戦勝ったところだったんですよ。結構いい勝利していいねと思ったらまさかの引退しだした。まあまあ、でもコージはいいんじゃない。で結局いけないんでしょ、バイソン。いけないね。そうか、じゃあ
一旦、いや、どうしようか。ナス、一回戦、もう負けてんだよね。アマチュア戦で。え、これどうしたらいいんだろう。ちょっと今日のところはこれぐらいにして、ちょっとナスと、慎太郎入れるか。慎太郎で、ちょっと金貯めつつ、進めてみるわ。で、違うランクが出そうになったら、フェザー級だな。ライト級は結構取ってるから。うん。で、こいつらをちょっと、普通に試合だけバーって進めてって裏で。で、正直こいつらには期待してないから、うん。ちょっとランク、はじめまして、今日からお世話になります。昨日ボクシング漫画を読んでいてもいられず来ちゃいました。今からサイの練習をしちゃいますか。それではバスで向かいます。うん、こいつらをちょっとまあ育てるっていうよりは、そうだね、うん、やるわ。ランク上げ、ランク出すまでちょっとこいつらでやっていこうと思います。次回はちょっとなんか期待できるやつまたいけそうだったら、うん、そっからやろうかな。まあ、結局やれそうなやつって、まあ、バイソンかアリンスなんだけど、いやでももうバイソン見たらバイソンだよね。バイソン、うん、まあでもアリンスでも多分チャンピオンくらい目指すそうだから、どっちかいけそうになるとこまでちょっと進めます。じゃあご視聴ありがとうございました。次回アリンス編でお会いしましょう。じゃあまたよろしくお願いします。